今回紹介するのは、怪盗探偵山猫、黒羊の番下、門川文庫、という本です。先輩から詐欺に加担させられた大学生の山の井羊、内部告発しようと会社に忍び込むも、 恋人が人が質になってしまう窮地に陥った彼を救ったのは新時代のダークヒーローが活躍するアクションミステリーこのシリーズはラノベ感覚で軽く読めるのがいいところかと思う読み応えちょっと足りないが疲れない笑いレギュラーの登場人物の個性が立っているので読み飽きない。 好きな作品です。サクサクク読めていい感じ。ちょうど半分読んだところキャラたちが生き生きとしてるドラマは見てないからわからないけど小説はおすすめです。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。